ミニージュリア・リッパートン・ルドルフは、アメリカ・シカゴ出身のシンガー・ソングライター。出生名は、ミニージュリア・リッパートン。5オクターブから5オクターブ半という広い聖域を持ち、特に、ラビン・ユーのサビで使われる超ハイトーンが有名である。後のマライア・キャリー、セリーヌ・ディオンナに幅広く影響を与えた。夫は、ミュージシャンのリチャード・ルドルフ。シカゴ生まれ、幼少の頃から音楽に親しんだ。 14歳の時にはグループ、ジェムスに加入。1966年には、芸名、アンドレア・デイビスとソロデビュー。ロータリーコネクションのリードボーカルも担当したが曲がなかなかヒットしなかった。この間に、プロデューサーのリチャードルドルフと結婚し、女優たるマーヤルドルフら二次を設けプライベートでは恵まれた生活を送っていた。1971年にスティービー・ワンダーの バックコーラスに抜擢される。1974年12月にスティービーがプロデュースしたアルバムパーフェクトエンジェルを発売。このアルバムからシングルカットしたラビン・ユーが全米で大ヒットした。その後に発売した曲がヒットしたが1976年当に乳がんと診断され同年春に手術を受ける。 一時解放に向かったがガンが腕に転移していることが1978年に判明。1979年7月12日に31歳で死去。下記、カバーされた楽曲にあるように多くの歌手によってカバーされている。長寿ラジオ番組、鈴木ハッピーモーニング、いってらっしゃいシリーズのオープニングテーマとして使用されている。曲がヒットしていない時期からスティービーは、 ミニーの歌を聴いていてミニーに注目していた。スティービーのコンサート会場にて、ミニーがスティービーの音楽に対する思いを語ったが、スティービーはミニーをファンの一人としか思っていなかった。ところが名前を一応尋ねると、その女性こそ自分が注目しているミニーと知ってスティービーは驚いたという。この出会いをきっかけに、パーフェクトエンジェルのプロデュースと演奏サポートを、 スティービーが手掛けることになった。パーフェクトエンジェルのブックレットの裏には、エーベリースペシャルファンという署名とともに、メッセージが書かれているが、このエーベリースペシャルファンとは、スティービーワンダーであり、スティービーがいかにミニーに注目していたかを示すものでも、ある。死の床にあるミニーをスティービーが見舞いに訪れた際に、私が待っている最後の人が来た。とミニーはつぶやいたという。 美しいメロディと演奏側による解釈の自由度から海外ではスタンダード的な曲としてノーマン・コナーズやシャニース、ジュリア・フォーダムなどジャンルやキャリアを問わず多数がカバー。日本国内でもジャズ好きな父親の影響で聴いていたという今井美希が自身のアルバムフィエスタでカバーするなどもともと日本でも馴染みの深い楽曲であった。1991年に 日本版のみ発表された UK レゲエ歌手、ジャネット・ケイの、Love in You、Best of JK の大ヒットを機に、その後日本国内のアーティストによるカバーも多数、発表された。Come to My Garden, Perfect Angel, Adventures in Paradise, Stay in Love, Meaning It, Love Lives Forever。ありがとうございます。